開作の屋根裏部屋。どうも、ともです。やさげです。つねです。よろしくお願いします。はい、そういうことなんですよ。ちょっとね、はい、違和感から。そうです。初めての方はちょっとね、もうすぐ気づいたと思うんですけども、はい、そうなんですけれども、はい、ちょっとカジサックの方がちょっと今いないんですけれども、うん、これちょっと事情がありまして、はいはいはい、体調の方がね、うん、ちょっと優れないというか、ね、最近ね、じゃあそうなんですよ、うん、で、僕ちょっと前の仕事、はいはい、毎週キングコング、はいはい、一緒だったりしたんですけれども、はい、で、そこでちょっとめまいが、はい、まあ、するみたいなことも、終わりで、そうそう、終わりであって、で、まあ一応事務所には来たんですけれども、はい、ちょっとやっぱり、うん、心配だし、うん、もうとっとと帰ってくれっつって邪魔だった。邪魔だよ、ね、その感じでやられても、そうそうそう、こっちも気使うし、うん、でそのトークしたら、うん、コメント欄もまた心配で、そうそうそう、で皆さん優しいのが、うん、カジサックが最近頭痛とか、うん、めまいのトークしたら、うん、これじゃないですか、そうそうそう、ブワーってきて心配しちゃうから、心配しちゃうからね、はい、帰れと、もう、そう、帰れと、お前は休めと、ね、本当に、はい、バナナの入った檻にねだよそうそうそう、バナナを仕掛けて、はい、檻がちゃんと閉めてで、トラック乗せてね、檻を、ほんで帰っていったわけなんですけど、そうですね、はい、なのでちょっと今週は、はい、申し訳ございませんが、カジサックの方はお休みということなんですけれども、しっかり休んでもらって、はい、しっかり休んでもらってね、はい、うん、ということでね、もう3人だとでも寂しいじゃないですか。まあ ね、心もとないっちゃ心もとないですよね、うん、そうなんですよ、はい、なので、はい、素敵なゲストの方に、はい、あら、来てくれてるんですね。そうなんです。強力な助っ人、はい、嬉しい、この方です。自己紹介お願いします。どうも、カジサックの穴を埋めにやってまいりました、中野ですハイちゃんなんですよね。ハイちゃんなんですよ。中野くんが、はい、たまたまね、はい、事務所にいたのでおかしいですよ ね、はい、何もない事務所に、そうそう、なぜか一人忍び込んでいた、本当にね、捕まえ、そうそう、よからぬことを事務所でやってるんじゃないかもっぱらの噂ですから、まあ、詮索しないでください。これ以上は詮索しないでくれて、はい、まあ中野くんがね、うん、折れるということなので、はい、なので今回は、この4人で、はい、お届けしたいんですけれども、はい、たまにはたまにはいいよね。いいですね、うん、なので、うん、ちょっとオープニングトークをサイコロで、はい、行きましょうか、うん、はい、もうこれガチ、カジサックが出たらどうしますか、振り直すか、振り直しましょう、オッケー、カジサックが出たら中野くんにします。ああ、そうしよう、はい、今日はスペシャル回だからね、はい、中野くんがゲストの、はいはい、そう、穴埋めに来てくれてる、確かにそれああそらそうやね、そうだ、そうだ、じゃあ早速サイコロ振りたいと思います。オープニングトークは誰だ、誰だ、カジサックだ。やっぱすごいね、すごいよカジサックが、いなくても持ってるって、そう、ね、出たということで、じゃあ、はい、中野くん、はい、はい、まあ、そうですね、今日はそうやってカジサックが、うん、まあ体調不良ということでお休みしていただいている中でですね、うん、いろんな話していこうと思うんですけど、はい、今回はちょっと、まずはまあじゃあ安武さんに、うん、いろいろ話を聞きたいと思います、うん、帰れよ安武さん、お願いします。違う違う、帰れよお前、安武さんの話をお届けします。違う違う違う、穴埋まってないの、深くなってんだ穴がより深くするな。違う違う違う、間違えてるよやり方を、はい、ないのね、ないのない、いや本当に、ね、実は思ってることとか、まさか、うん、当たると思ってなかったはい、一応仕事なんで、はい、準備しといて、手ぶらで来ないで、すいません手ぶらです、うんうん、手ぶらっていうのはあれですよ、うん、考えを持ってきてない方の手ぶらです。分かってるな分かってるわ、すまんねえの落としてきたよ自分から言っちゃってんじゃねえかお前だよいやそれはいかないです、いかないですそれはいけないです、ね、なんかないの、はい、ほん大丈夫、そうですね、いや言っていいの、うん、俺話、え、な、何をですか、あ、中野くんの話があるの、中野くんの話なんかめちゃくちゃありますよ、ね、あ、いやちょっとそれはやばいかな、それはでもね、はいはい、せっかく安武さん喋ってくださいっていうことなんで、はい、それはちょっと何かによります、ちょっと待って、先に言っていい、そんな喋っちゃダメな話、はい、いや、わかんないです、僕もわかんないので何かによるって、じゃあだって普通のことでしょ、はい、まあまあでも本当に普通の話で、はい、これこの間ちょっとどっかで話したんですけど、はい、最近ね、うん、
趣味を増やしつつある中野くんが、はいはい、そうだよね、多趣味だよね。そうそうそう、まあ、キャンプ、はい、サウナ、そうサウナ、はい、釣り、うん、ね、といろいろやってる中で、うん、そのゴルフに、うん、をついに始めよう、うん、そうだ、そうやんか、いうことで、でゴルフ始める時って、はい、まあ、いろいろ説だったりやり方はあると思うんですけど、うん、やっぱ自分でセットを買って始める、はいはい、全10本10何本のゴルフクラブのセットを買って始めるっていうのは結構定番だったりするんですよ、はい、で僕も先輩に、うん、あの一番最初連れてってもらった時に、うん、その教えてもらって買ったんですよ、セットを、うん、はいはい、でそれをあの僕は中古で買ったんです、結構するんだあれ、はいはい、うん、で中野くんも買うって、カジサックが買ったらいいんじゃないって言ってたから、うんうん、分かりました、じゃあ僕買いますっつって、はい、本気なら教えるしっつって、はいはい、買ってきますっつって、うん、で中古でいいからっつったら、うん、まあ、絶対嫌ですっつって、あら、ね、嫌なんだ、嫌なんですよ、やっぱりその自分の持ち物として、うん、やっぱり最初そうやって始めるって時はやっぱ新品のものっていうのを、うん、やっぱ買いたいなっていう思いがやっぱり、わがままじゃないですよ、わがままじゃないですよ、わがままばっかり言って、それはわがままじゃないです、それを安江さん、うん、中古屋なんで新品買ってくださいはわがままですよ、ああ確かに、ね、確かにな、はい、買うんでだからね、うん、確かにそう、自分のものだからね、はい、そう、それで譲らなかったので、はいはい、で、まあちょっと仕事の合間にたまたまそんな時間があって、ちょっと今買ってきたらつって行きますつって、うん、チラッとこっち見せて、うん、行きますか言い出したんだ師匠行きますかって、あら、はい、誘ってる弟子がね、そう、そういう時だけ師匠って言ったいやいやいや、常に師匠です、はい、一緒に行ったんですよ、はいはい、で、まあいい感じのがあって、うん、買ったんですよ、うん、あれどこのだっけ、テイラーメイドです、そう、あ、なんか俺も聞いたことあるよ、その名前は、超一流有名なんですね、有名なとこのクラブ、ちょうどいい初心者向けみたいな、ね、そうです、うんうん、セットがあって、うん、はい、あのまあ買ったんですけど、はい、本当にいいんですよ、うん、見た目もおしゃれだし、うん、でなんかそのそこら辺からちょっと怪しかったんですけど、うん、中野くんが、うん、まあご存知の方いらっしゃるかもしれないですけど、うん、アディダスが異常に好きなんですよ、アディダス好きですよね、すげえこだわり持ってるんですよ、もうなんかこれってブランド決めたらもう絶対それしか嫌だっていう人だもんね、そうそうそう、でアディダスですよみたいな 、うんうん、言うじゃないですかなんかあったら、うん、いやこれアディダスですよとか、うんうん、でね、あのそのいいのをおすすめで見つけたんですけど、はい、アディダスはないんですかちなみに言い出して、おお、はいはい、でアディダスは、うん、そのクラブとか結果ないんだよね多分あんまり、そうですね、クラブないあるかもしれないけど、ナイキとかもあったんですけど撤退したりとかして、なるほど、今現状出、ま、ないんですよ、はいはいはい、なるほど、店舗には置いてない、うん、一応確認してて、うん、だからやめろって言って、うん、お前のアディダス誰も知らんいやいや僕アディダスキャラなんでないのよそんなキャラないだろ、あるんです、あるんです、ないの、ずっと言ってるんです、あるんです、あるんです、アディダスどこであるんだ、そうで、でそしたら、うん、なんかでも店員さんが、うん、なんかもうもともとねでもつってテイラーメイド、うん、とアディダスは、うん、親会社が一緒だったんですよって言ったら、もう顔ニッコニコなって来ましたねこいつ、うん、僕テイラーメイドで揃いましたなんだこいつで、しかも他のグッズはあるんですよ、はいはい、服とか、うん、で、安崎さんちょっと選んでくださいよって言うから選ぶんですけど、うん、もうメーカーで選んでんすよ、あー、なるほどね、これは嫌です、これは嫌です、あ、アディダスあったよ、じゃあそれにしますみたいな、もうアディダスしか結局買わないんですよじゃあもう関係ないやつだけ、関係ないのよ、これいえいえいえ、で師匠がずっとアディダスで、うん、でなんか中野くんの中でもこだわり2なんですけど、うん、まず中古は使わないってこだわり2で、うん、メーカー揃えたいがあるんですけど、はいはい、親会社一緒っていう情報も手にしたから、もうそうだね、はい、それでもありなんですもんね、そうそうそう、だからこれカジサックとかにいじられて何か言われても、うん、っていじりゃせんけどもし何か言われても、はい、テイラーメイドとアディダス同じ会社だって言えますか、じゃあどういうどういう意味を想定してんの、もともと一緒やったっていうだけでしょ、もともとが一緒なので、うん、ってことはもう一緒だもんね、一緒です、おい中野、はい、お前が着てるのアディダスちゃうやないかって言われると想定してるってこと、いやもちろんです言わないのよ、そんなの浸透してないし、まあでも結局ね、はい、もうアディダス全然揃えて、うん、俺一体味なかったんですけど、すごいね本当に、うん、そうそう、だからもう本当さ頑固だよね、頑固、むっちゃくちゃそう譲らないよね、はい、本当にそうですね、ただちょっとこの譲っちゃったというか、うん、ありまして、あったんだ、ゴルフの話なんですけど、うん、
でその日はゴルフウェアはまた別の日に買いに行こうと思いまして、行ったんですよ、そしたらアディダス、もちろんアディダスとテイラーメイド探してたら、あの店員さんが寄ってきて、なんか、いや、でかいのこっちですって言われて、あれ、サイズがでかいのはこちらですってこと、こちらです、あのゴルフウェアがもともと小さく作られてたんであれ、もう扱いされてるんだ。でなんかビッグサイズゾーンみたいな逆前ゾーンそしたらもうやっぱ案の定なくてですね、あ、大きいサイズだと、はい、テイラーメイドもアディダスももうなくて、もう泣く泣くもうキャロウェイ、あ、キャロウェイも有名ブランド、超有名ブランド、キャロウェイで全身揃えましたじゃあもうえ、いいのよ、じゃブランドがどうとかメーカーがどうとか誰も気にしてないで、そうそう、興味ないのよ、悔しかった悔しかった、知らないのよ、すごいね、でもそのこだわりで、その絶対に譲らないっていう、先言っといてくれない、他に何かあるんだったらさ、はい、聞いときたいんだけど、中野くんのここだけは譲らないポイント、自覚症状がないので、これだっていうのが出てこないですよね。言われた時に、例えばあの、とんかつにソースかけないやつも、あ、そうか、なんでかけないのって言われた時に、いや僕はこれで、あ、これって他の人と違うんだになる。そうですね、で、すごいのがさ、はい、かけた方が美味しいよって例えば言ったとして、絶対かけないもんね、まあお前もだけどな、俺もお前お前めっちゃ喜んでるじゃないですかお前って言ってること怒りなさいよ出番来たなじゃないの、でもそうなんか、そうかもしれない、いきなりステーキのソース絶対かけないじゃん、確かにっていうかね、俺も中野くんに言っときながらね、リオちゃんにめっちゃ頑固だねってよく注意される、いやだからもうそういう、これはこれっていうのを、もう俺も結構もうき、なんかなんていうの、譲れない、ところはあるんだよ、いやだから、こうやって見ると、今ここにいる、だからトンボ常中野は頑固よねあ、そうか、正直常もだよね、そうそう、この3人実は頑固ゾーンよね、頑固なんだよ、頑固ちゃんなんだよ、頑固ちゃん確かに自覚症状ないですわ、ないんですよ、頑固ちゃんは、だから何って言われても今出ないでしょ、はい、何がその、じゃあ頑固、他になんかこういう時頑固だったっていうエピソードがある、確かに出ない、出ない、なんだよこいつ頑固の上にポンコツじゃねえか、解散くん帰ってきて、解散くんもダメです、海崎くんはもう本当に今頃バナナ食べてます、これといったエピソードはないないかいもう叫んだ、なのでこれ以上喋っててもあれなんで、はい、一旦広告です、さあというわけで、広告を挟みまして、はい、ちょっと質問の方を、はい、ね、安武さんお願いします、はい、では屋根裏ネーム、はい、丸なぎさん、丸なぎさんありがとうございま す、質問です、はい、皆さんの無駄な特技はありますか、ちなみに私は手を使わず筋肉だけで耳を動かせます、あー、なるほど、これあり、常めっちゃありそ う、役に立たないけどっていうやつね、役に立たないけど、あのこれでもラジオ上なので、あの確かにね、見せにくいんですけど、下唇を高速で動かせるえ、下なんだ、下なんですよ、え、どういうこと、ちょっと一回ちょっと音でね、雰囲気だけでもね、ちょっと今できるか分かんないです、マジでラジオ向きじゃない、うん、うわーすげえ残像が見えた、気持ち悪い特技全然ラジオ向きじゃなかったけどねだから量は、はい、ジュース飲むみたいな吸う感じ で、下にだけ空気触れさせて動かすって、はい、下唇を吸い込もうとしてそれを何回も連続でする、高速だったけど、はい、あ、できない、やっぱでもラジオに向くやつやらなあかんわ、そうですよ、ね、俺はあるんですか、上唇が鼻にくっついてる唇多いな音もないじゃないですかそれ唇ばっかり、じゃあちょっと、ちょっとやってください、耳すましててください、はいはい、音もねえだ音もねえのよ、え、私できないのかな、あ、僕できた、うん、じゃあ口、鼻の穴隠せてないもん、あ、鼻の穴隠さないとダメなんだ、うん、うん、あ、中野くんできそう、かわいい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 、ないなんかある、いや僕それで、うん、それって僕はあの毎日キングコングでやってた、あ、うん、
そうだ、鼻の穴に500円玉。あ、鼻の穴がすごいんよ。あれ、はい、鼻の穴からウィーダーインゼリーも一気飲みできるよね。そうだそうだ、安武鼻すごいよ。鼻の穴からウィーダーインゼリー飲むんですか。飲む、グガーってって、そうそう、一気飲みが、すごい。痛くない、めちゃくちゃ痛い。もうあれですよね、もう我慢ってやつ、我慢です、だから我慢強いっていうか、すごいっすね。でも500円玉は縦に4枚ずつかな、うわすごい、やっぱずつね、入る、4000円入るんですか、うん、そうすごい。けど、はい、それもあんまり我慢というか、なんか伸びるから、はい、でも役に立たないし、うん、それこそ毎日キングコングでも言ってたけど、うん、オーディションとか、うん、皆さんってなんかやろうとするけど、さすがにそれは何にもなんないじゃん、はい、だからちょっとね、まあ、無駄な特技じゃん、これね、常の特技でね、はい、ちょっとラジオ、まあここではちょっと多くは語れないけど、はい、好きなのがあるのよ。どしもネタのやつでしょ。そう。水着の早着替えですか。そうそう。常のね、水着の早着替えがね、はい、俺もうめちゃくちゃ好きで。いやでもそれは別に説明はいいんじゃないですか、はいはいはい、説明はちょっとしてもらっていいですか、はい、あのまろやかに、うん、まあ、まろやかに言うと、うん、あのブリーフから、うんうん、競泳水着に3秒で履き替えるっていう、うん、3秒よ、驚異の速さよ、はい、そうそうそう、で、うん、あのちょっと失敗して浮き袋が出るっていう、うん、そろで出方がめちゃくちゃ面白いんだよな。必ず出るこれあれはすごい面白い。あれはそうですね、まだ滑ったことないですね。あれはすごいわ、はい、そのでもあのプリンとかもさ、はい、逆立ちして足でプッチンプリン、はい、あそうじゃん、あれとかもさ、はい、まあ無駄っちゃ無駄、すごいけど、はい、無駄っちゃ無駄だったりするしさ、うんうんうん、ね、まあ芸人さんだから無駄ではないけど、まあね、役には立たないもんね、うんうん、常多いよ、あでもそういう特技は確かにね、ある多いかもしれないです、うん、ウィダーインゼリーもできるよ多分、やろうと思ったらできるかもしれないですね。だってそれこそあれじゃんか、もうそのあそうだ人間ポンプなんてね、はいはいはい、もうその最たるもんね、そうだそうだ、うん、雨ね、うん、そうそう、雨、そっか、めちゃくちゃ持ってるよ、いろいろある、あと背中、あこれちょっとまたこれ難しいな説明が、うん、その背中に、うん、クロス、テーブルクロスみたいなあー、はいはいはい、敷いて、うん、長めのやつを、はいはいはい、背中に敷いて、それを、マターを通して、はいはいはい、顔の口で加えて、あー、はいはいはい、わかりますわかります、はいはい、うん、そのふんどしみたいになるよね、そうです、うん、クロスの上にコーヒーを置いて、うん、口で加えたのをグイッと引っ張ってクロス引きする、うん、あーすごいじゃん、セルフテーブルクロス引きみたいな、手を使わないで、うん、はい、すごいウエスピーさんがでもできそうだけどね、あーどうだろう、これウエスピーにも難しいんじゃないですかね、意外とむずいんじゃない、やっぱめっちゃむずいんじゃない、むずそう、めちゃくちゃむずい、何の役にも立たないですまあできないしね、さあ僕は、うん、あの特技っていうのは探してなくて、うんうん、ただ特徴としてちょっと、まあ、待って変なトーク始めないである意味特技、あーある意味特にね、めちゃくちゃ長い透明な無駄毛を生やすことができるっていう特技です。どういうこと、どういうこと、生やすことができる、めちゃめちゃ長い透明な無駄毛を生やすことができる、まあ、それは何特徴、意図的にってこと、いやそれは僕の、うん、ま、おそらく体質的にそいるじゃん、たまにその抜かない方がいいみたいな、はいはいはい、副毛みたいなことでしょ、でしょ、はい、うんうん、同じところからずっと生えてるんですよ、じゃあ誰だったらそうよ、それは、えあるんすか、あるよ、みたいなあるよ、肩とかね、そう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 、あの透明の長い、うん、そうそうそう、いや特技って言うんだったらそれ今から生やしますって言って行って生やしてくれる、ヒュンってなるんだったら、そう、それでできたらもう億万長者です、だから、はい、でも億万長者なれるって、これでもこれ、はい、僕一個長野くんの特技知ってるんですよ、あるの、ラジオでも多分伝わると思うんですよ、はいはいはい、自分で胸の筋肉をつらせるっていう、うん、あったね、僕らの間でドテッパンのめちゃくちゃ流行ったやつや、めちゃくちゃ面白いですよね、グッて力んで、はいはいはい、ブームあったよね、そうそう、はい、胸の筋肉がつるっていうのありましたね、それありました、うん、ありました、ちょっと いけるちょっといい、セルフ胸釣りね、はい、そうそうそう、体調にもよるんだろう、そうそう、できない時もあるんだよね、そうそうそう、はい、うん、はい、ちょっと無音の時間が出ちゃうかもしれないですね、はい、ちょっと今ね解説すると、あ、はい、もう始めていいですか、はい、いいですよ、今正座でそうそう祈ってるみたいな、そう合掌みたいな、合掌で筋にすごい力を入れてる、力入れてんだよね、うん、
本人はさ苦しそうな、そうそう、はいはい、ああこれそうなんかね霊をね、そうそうそう、なんか降臨させてるみたいな感じ、いた子みたいなね、はいはいはい、うん、祈ってる、かっこいい、どうだ、いけるか、いけるか、来そう、来そう、いける、頑張れ頑張れ頑張れ、あー切り来ない、あー来た、いやいや送ってきた、送ってきた、これなんでやろうと思ったの、なんでやろうと思ったのこれマジで、いやこれ一時期めちゃくちゃハマってたよね、そうですね、でそもそもこれなんでやろうと思ったのこれ、この特技、いや元々胸つりやすくて、なんでそれを俺たちに披露しようとしたの、確かに面白いね、まあこんなね、これもねいつか動画とかでね、あのみんなの特技なんかわかんないけどさ、はいはい、あの隠し芸大会みたいなのでさ、いい、ね、なんかできたら楽しいよね、はい、じゃあ、うん、以上となります、ありがとうございます、はい、もう一個でいきましょうか、いきましょうか、はい、屋根裏ネーム山田さん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、質問です、来年から東京に住むことになっているのですが、はい、東京での運転は怖いと思うことありますか、また煽り運転など皆さんはされたことありますか、またお答えしていただけたら嬉しいです、よろしくお願いします、うん、はい、わかる、そのイメージがあるのはわかる、うんうんうん、俺だからずっと車乗ってなかったから、はいはいはい、あのジープ買うまでは、うんうんうん、怖いと思ってた、東京で運転するの、実際どうですか、全然大丈夫だね、結局どこ走ってても一緒ね、確かになんかみんな行儀がいいイメージがあるので、うん、そうそう、あのね、はい、ウインカー入れたらあの入れてくれるし、はい、うん、なんか全然そんな怖いイメージないですね、あでもそれこそ大阪と名古屋でしょ、はい、名古屋って一時期その運転のマナーがすごい悪い県みたいなの一回選ばれたことありますよ、ね、そうか、だからそれに慣れてるっていうのもあんのかな、道路が多分広いから走りやすいから、うん、そうそう、はい、車線が多いんよ、そうそう、走りやすいからね、なんかそういう人たちも走り屋的な、なんかマナーが悪い人たちがいちゃうっていうのか中で選ばれちゃったこともあったり、そうなんだ、大阪は逆に細くてその椅子とか多くてこうやって5番の目みたいになってるから、その止めてたりとかそういうのでなんかそういうの選ばれちゃったりしてたことがあったから、うん、でもただ住宅街のめちゃくちゃ狭い道が結構多いイメージある、確かに、うん、あるある、それはちょっと怖いかも、細い道多いですね、そういった意味で、あとあれちょっともさ、高速の首都高の右側からの右合流、右合流ね、あれは怖い、怖いっすよね、怖くない、いや怖い怖い、右側から合流してくる車が怖いってことでしょ、そう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 、分かる、あ分かる、違うよ、自分が右から合流する時が怖い、あーなるほど、あーさ分かる分かる、そうそうそう、はいはいはい、うん、あの自分が、はい、あの合流される側だったら、はいはいはい、自分がこう減速したり注意すればいいじゃんか、だけど右から入るのは、そっかそっか、要は追い越し車線に合流していくから、なんで追い越し車線に合流する仕組みになってんのあれ、ギュン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 入ってくるから、そう、スピードの、あの速いところに合流しないといけないって、確かにめっちゃ怖いよあれ、そうそれずっと言ってますもんね、なるべくだから右合流したくないもん、本当に、あ考えたことなかった、でもそれぐらい怖いのは、うんうんうん、でも中野くんとか運転うまいもんね、中野くんそう丁寧だよね、うん、そう僕はもうマイペースで行くので、うん、もう特にそのやっぱ困ることがないですね、うん、だから車幅、うん、車間距離、うん、もうなんか異様に空いてたりするんで、うん、だから僕はあんまり思わないですね、右合流も大丈夫、右合流も特に何とも思ったことないですね、すごいな、うん、右合流だけ、はい、ゆっくり行けばいいっていう概念覆してくるじゃないですか、そうなのよ、あの、オーナー跳びみたいに、そうはい、はい、で入んなきゃいけないから、入んないといけないし、うん、止まったら最後みたいな感じになるじゃん、そう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 、入りきれないですもんね、だ加速しないといけないっていう、そう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 、うん、だたまにそういうスクランブル交差点的な、うんうん、でっかい交差点は間違えたりしますね、うんうん、え、間違えるってどういうこと、そのほんま、なんでしょうね、だいぶ手前から車線を決めていかないといけない、わかる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 、なので、うん、あのこれどこの車線入ってたらよかったっけ、わかる、こっちも右折のレーンかい、わかる、右2個右折かうわぁ、まっすぐ行きたかったのに、はい、でも戻ったら、うん、俺それで昔、うん、すごい昔それで罰金切られたことありますね、あそうか、戻ろうと思ったら、うん、すぐもう見つかって、確かにそういうのはね、ちょっと今中野さんが何か言おうとしたからみんな譲ろうと思って見たら、
黙るっていう。年取んじゃないのよ。かぶっちゃったんで、うん、やっちゃったなと思って。全然全然。どうぞどうぞ。一個あったのは、うん、なんかなんていうんですかね、大きい道路で東京ってその、うん、側道と本線があって、うん、そのでかい道路で交差点にならないようになってるじゃないですか。うんうんうん、なってるなってる。あれが最初もうちょっと慣れなくて、うん、これどっちだみたいな。あ、分かる分かる。なるほど、うん。あれは焦りました、ね。確かにね。うんうん、まあでも慣れたら大したことないですよね、はいはい、ないし、やっぱナビが優秀ですよ、はい、最近のナビは、はい、もうどんな近く行く時でももうナビ入れるもん、はい、俺僕ナビダメなんですよ。そうだ、そうだ、常ダメなんだ。なんでなナビダメなんて、どういうことなの。特に高速なんですよ僕一番ミスるのが、うんうん、その左、まあ、降りる時とか、うんうん、まあ、こっち行ったら東京方面、こっち行ったらなんだ、うん、名古屋方面とか出てくるじゃないですか、うん、それがなんかね、だいぶ手前から教えられる、あー確かにと、うんうん、その一個手前のなんか左に行かなあかんやつに行っちゃったりするんですよ。で降りちゃうんだ、はい、それが本当に苦手で。確かに確かに、そうだね。トンボさんも苦手じゃん。でも苦手苦手、そういえば俺も一回でもありましたよね。うん、あったあった。違う狩りだっけ。いちご狩りかな、かなんか。じゃあ、あれはもう本当に安武さんが安武さんのせいですよ。俺がトンボさんが運転で、はいはい、リオちゃんも乗ってて、そう、リオちゃん乗ってて、で俺とドバシが後ろ乗ってたんだ、はい、そう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 、うん、そう、それで僕が車に乗るとはしゃぐんで、はい、紅白歌合戦さあやってまいりましたっつって楽しいな、始まるのよ。そう、まずは赤組とか言ってそうそう、名前打って、うん、ドバシ君に全部歌ってもらうってモノマネで、はい、ってなってて、みんなでキャッキャキャッキャ言ってたら、うん、リオちゃんがちょっとこっちだよそう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 、ってなって、それはもう安武ですそれは分かります。それナビじゃない、ナビじゃなくて楽しかったね、楽しかった、うん、まあでも煽り運転とかないですけどね。そうそう、だから普通に、ね、それこそ長野くんじゃないけど、うん、車間距離開けてね、はい、普通に運転してたら怖いっていうことはあんまりないかもしれないですね、うん、まあ、いろいろ問題もありますけどね、うん、まあ、本当相手にせずさって譲ったりね、うん、そう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 、譲ったりするのがいいよね、頑固になんか。そうですね、うん、はい、ローランドさんも言ってました。うん、そう、はい、うん、人生長いんだから、うん、目の前のその譲るぐらい譲ったらどうだと、うん、なるほど、とこなら言ってましたよ、うん、そうだな、はい、はい、なんか違うこと言うのかなと思ったんですけれども、はい、このまんまのことを、はい、お伝えしていただきましたけど、中野くんですか、はい、まあ、まあだから時々慣れていただければ、うん、そんな、まあ怖いもんではないけれども、うん、くれぐれも気をつけて、そうですね、はい、気をつけてください、ということですね、はい、はい、じゃあこの辺で、はい、一旦広告を挟んで、はい、行きましょうか。もうこれは歌ね、最近やってなかったから、そう、生配信だよね、うん、うん、最近っていうか一週やってないのか、そっか、二週じゃ、あ、二週の前はやったやった、中野くんがさあ今日は誰になるのでしょうか、はい、というわけで一旦広告です。はい、さあというわけで、はい、歌ですね、はい、今日は梶作家いませんが、はい、中野くんが代わりに来ているという状況でございますが、はい、一体、はい、またどうしますか。だからこれ梶作家が出たら中野くんのことはいいですか。なるほど、わかりましたかっこいい、かっこいい、そうだね、はい、ピンチヒッターですから、はい、じゃあサイコロ振ります、はい、まずは、歌い手ね、はい、はい、歌っていただくのはこの方です。誰だ。ふざけるな、トンボさんです。なんでこうなんのよ、トンボさん自ら振って、トンボさん、なんで、はい、お、じゃあ次タイトルですね、はい、タイトル、じゃあタイトルはこの方、安武さん、安武さん、はい、久しぶりのこのね、確かに感じですけれども、え、変えようかな、じゃあいいの、いいの普通でいいの、英語入れようかな、いい、いい、普通でいい、普通でいい。さあ、ということで、はい、今回はね、はい、梶作家がちょっと体調不良というかね、うん、はい、頭痛というか、はい、ね、うん、そう、心配だけどね、はい、まあでも、大丈夫ですから、うん、で、そうそうそう、そう、我々もね、今後そういう時やったらもう休ませますから、そう、はい、休ませ方は分かったんで、はい、檻を用意するそう、檻とバナナです、はい、中野くんにちょっと作ってもらって、はい、うん、そうそうそう、立派な檻作るの上手ね、頑張りました、うん、そう、なので休んでもらいますし、うん、はい、これからもその気をつけてね、やってはいきますので、そうね、みんな気をつけてね、はい、ね、心配なくということ、まあ、ご心配なくって言ってもね、ちょっと心配ではありますけれども、うん、はい、ご心配なくということで、うん、はい、はい、まあ次回はね、はい、
あのカジサックも参加してそう、ね、元気にお会いにできればなと。そりゃそうよ、はい、中野くんもねまたたまに来てもらえば、はい、うん、よろしくお願いします、はいはいはい、ということでね、うん、そんな今回、はい、歌っていただきますのは、うん、トンボさんで、はい、曲のタイトルは、はい、花粉症のボーダーラインです。お願いします。バンバンバンババン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 春になったらね春になったらね鼻のあたりが鼻のあたりがムツムツするんだねバンバンバンババンババン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 ババンババン夏が近づいたらね鼻のあたりがね普通の感覚になるね春と夏の違いがどうやらあるねこれはね何かというと花粉症の花粉症のボーダーラインだね鼻のあたりのムズムズがあるのかないのかあるのかないのかあるぐらいのかその半分がちょうどボーダーちょうどボーダーちょうどボーダーラインだねそしてね俺はね一人で銭湯に行く最後の言うの言うの最後に絶対いらなかったっ最後がいらないのちょっと物足りなかったかなと抵抗しようとしたけど盛り上げようとしたんだけれどもでもなんかストーリーが見えましたねありがとうございます、ね、いいですそう、ね、はい、ありがとうございました いやー、はい、汗かくわあまあ先ほど安崎も言いましたけれども、はい、カジサックはね、あの元気は元気なんでね、はい、ちょっとあの、いろいろこういう時は休みつつ、うん、みんなで助け合って、はいはい、やっていきましょうよ、はい、ちゃんと検査とかもしますからねそう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 、はい、ちゃんとね、我々おっさん、はい、体が資本ですから、はい、みんなもね、気をつけて、はい、頑張っていきましょうということで、はい、今週はこの辺で終わりたいと思います、はい、というわけで以上、トンボと安武と常と中野でしたありがとうございました。